みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、筆箱をね、新しくしたので、今回はね、久々に筆箱紹介をしていこうと思います。前回の筆箱なんですけど、こちらで、サメの筆箱を使ってたんです、私。で、こうやって開けて、こうやってここにね、文房具が入ってるよって、やってたんですよ。めっちゃ可愛くないですか？この机があってね、ここに教材があって、ここにこう置いていくんですよ。それはこう。なんか、わーいみたいな。もう本当にもう毎回授業中癒されてたんですけども、ね。今回こちらを卒業します。で、なんでかっていうと、担当直前に言うと、一目惚れしまして、その新しい筆箱に。そうですね。なので、買いました。あとはね、なんかね、あんま入らないんだよね。なんか、定規とかも、なんか、長さが足りなくて、こう、ずっとなんか、ここ、なんて言うんだろう。この辺じゃなくて、定規がこの辺ぐらいの長さがあるので、こう、中にこう、押さないといかないし、いけないし、そうするとなんか、なんて言うんだろう。面積が取られて、その、ペンとかがあんま入らなかったんですよ、今まで。なのでね、今回新しいのにしてめっちゃ文房具入るので、はい。じゃあちょっと紹介しますよ、新しいやつ。いきます。じゃーん。またサメでございます。でもね、この立つサメが今度ね寝るサメになりました。え、可愛くない？こんな感じでね売ってて。ねえ、かわいいでしょ。ヒレとかもついちゃって。で、上から、こう、チャックがあって、開ける形の筆箱になります。なるほどね。はい。で、一見ね、全然入らなそうに見えるんですけど、これのね、2倍は入ります、絶対。マジでね、なんかね、広いの。中が、面積が。うん。体積か。わかんない。わかんない。とりあえずめっちゃなんか大きくて。ね、めっちゃ入れちゃってる、ほんとに。こんな感じでね、めっちゃ入ってます。ということで、中身をね、これから紹介していこうと思います。はい。で、私ね、無印しかね、今まで使ってこなかったんですけど、ちょっとね、無印じゃないのも触れました。はい。ということで、紹介していきます。まず、無印のシャーペンです。これは安定。そうですね。今ね、シャーペン1個でフル活用してます。はい。ちょっと待って。今気づいたんだけど、見てこれ。ちょっと折れてるくない？先が。この、なんか曲がってるよね。出ないんだけど、写真が。壊れてんじゃん。出た。あ、これじゃ出ない。なんか先がね、ちょっと待って、ピントが合わない。なんか先がね、曲がってるの。わかるかな？ピントが合わない。待って、写真、あ、出てきた。治った？やっぱり出ないんだけど。ここが出たじゃん。出てきた。これじゃない？壊れてる、これ。なんで？壊れた。壊れてるの。だって、明るさまに曲がってるの分かるんだけど。え、なんか曲がっちゃってるんだけど。え、待って。待って、昨日までかけてた、ちゃんと。いつ曲がったの？持って帰るとき？え、わかんない。え、リュックでってこと？今曲がっちゃったってこと？怖い。待って、わかんないんだけど、なんか、使えなくなってました。どんな紹介？普通さ、めっちゃこれ書き心地いいんですよとか言って書くじゃん。書けないっていう。写真が出ない。何これ？壊してんの？壊れてる。え、何これ？いいや。次行きまーす。次はマーカーです。マーカーは5色入ってまーす。はい。緑、青、黄色。ピンク、オレンジの5色で無印で買いました。これはね、
もうずっと使ってる、中学校から、なんならこの青と赤は小学校から使ってるよね。わかんない、ちょっと待って、わかんないけど結構前から使ってると思います。でオレンジと緑が最新、新人です。新しく来た新人です。はい、最近ね、緑とオレンジのね魅力に気づいたんだよね。そうそうそう。でね、無印のボールペンが青とオレンジですね。あ、なんか赤も入って、あ、そう、赤も入ってますね。赤も入ってます。これ。で、赤が、まず丸付けのね、丸でしょ？で、青がその直しで、オレンジが、赤シート。赤下敷きで隠せるように。この3色入ってます。マーカーじゃね、ダメなんですよ。ボールペンじゃないと。これも無印？あ、これも無印です。やば、これが壊す原因、ごめんなさい。ちょっとこれが、これも無印です。はい、で次にね、またボールペンなんですけど、これはね、友達とお揃いなんですよ、これ。で、ピンクと緑と青とオレンジとグレーを入れてます。ただね、使ってみたんだけど、色が薄いのね。だから、あんまりね、ノートに目立つとかはしない。だから、ちょっとね、ちょっと目立たせたい時とかに使おうかなって思ってます。かわいいです。もうね、かわいいよね。本当にかわいい。ペンばかりやん。やばいね。え、ちょっとやばい。いっぱい入ってんじゃん。そう、なんかめっちゃ入るの、これ。そうそう。これには、なんかこれぐらいしか入ってなかったの。めっちゃ入るの、これ。こっちの筆箱。そうそう、めっちゃ、だから使い心地はいいかもしれない。で、次ね。次は三角定規と分度器です。これは、雑貨屋で買ったんですけど、なくしちゃって。でね、火曜日に分度器を忘れて怒られたんですよ。で、明日買っていきます。休みなので、って言って。明日っていうか水曜日、勤労感謝の日に買うじゃないですか。でも私木曜日に理科があると思ってたので、木曜日までには何としても買わなきゃと思って買ったんです。そしたら木曜日ないんですよ、理科が。で、え、今日理科ないのってなったので、ね、まあ明日も使うかもしれないと思って明日の考えてみたんです。そしたら明日合唱コンで、あ、授業ないやこれ一日みたいな。結局土日で買っても水曜日に買っても同じだったっていう。しかもさらに分度器しかいらなかったんですよ。三角定規はあったので。だけどなんかショッピングモールに行ったんですね。そしたら100均が潰れてて100均で分度器100円で買えばいいかとか思ってたら売ってなくて潰れてて、で、雑貨屋さん行ったら、なんか3個セット、しかもなんかこういうさ、柄付きの、が550円でしか売ってなくて、あー、つらーと思って買ったんです。自分のお小遣いでね。はい、買いました。でさあ、こっからママに言ってない話なんだけど、うん、学校に行くじゃん、金曜日。分度器見つけちゃって。学校にもあったの？学校であって、学校で見つけちゃって、私のこのお小遣い550円分返せって思いましたね。いや、自分が悪い。これは自分が悪い。ちゃんとしっかり管理できてない自分のせいだからしょうがない、ね。タブレットケースの中に入ってました。やだ、ほんとに。はい。ということで、はい。漫画一冊買えたね。そう、550円で漫画一冊買えた。まあ。はい、次は、無印で買った油性のマーカー、名前ペンと、あと修正ペンです。で、あとこれ多分無印の消しゴムだと思います。と、定規、これママからもらいました。じゃあ定規なくしちゃって、そしたらママがね、貸してあげるよって言って、そっからずっと使ってます。はい。で、消しゴムも多分無印なんですけど、なんかカバー、なんかね、テストはカバーつけちゃいけないらしくて。そうなんだ。うん。なんかカバーつけてたらカンニング行為と見なすみたいな感じで。あー、厳しいね。そう、だからそっからテストからカバー取ってて、
本当はね黒いの使ってたの、無印の黒い消しゴム、うん、ただカバー取った黒い消しゴムなくなっちゃって、うん、なくしてばっかりだね。でなんか白いのが近くにあったからこれ使ってるんですけど、多分無印、わかんない多分ということで以上ということ以上でございますね。まだね一応中は綺麗に保たれてるんですけど、いつ汚くなるか楽しみですね。まだ綺麗でしょこれ。まだね綺麗なの、なんかちゃんとシャーペンの芯しまって入れてるし、ボールペンとかも、いやボールペンはねぶっちゃけねこの出しっぱのまま入れちゃってる時もあるけど、なるべくこうしまってから入れるようにしてるので、なんでねそういう対策がね私でもできるかっていうと、こっちのね筆箱でやらかしてるんですよ。よくない？このシャーペンのこの汚さ、これ全部シャーペンを出しっぱなしにしたまま上にこう突っ込んでたのでこうなりました。なのでこういう失敗がないようにね、新しい筆箱では綺麗に保とうとします。以上ですね。ということでどうだったでしょうか。結構ね入れてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ使いやすいので OK です。皆さんもねあの無印とかめっちゃ使いやすいので、まあ壊れるのは例外としてはい、皆さんもぜひ使ってみてください。人気なのそれ。人気よ、お友達にも人気だった。うん、こうやって書いてかわいい、ちょっとしてない、こういう感じでね、うん、そうあの合唱コンの終わった後あの集合写真をみんなで撮った時に、あ友達がこうやって撮ってましたそれ良かったの全然あの私の担任の先生緩いんで、あそっか、もう全然気づかないレベルでって言ったら、あ本当だって言ってました先生あこれにしよっかじゃあとか言って優しいって言ってました。あの2枚撮って1枚目がこれ写ってて2枚目が撮ってなかったんです。で1枚目いるんですよここにって言ったら、あ本当だじゃあこれにしようって言ってくれまして多分写ってると思います。優しいですよね。うん、終わりにしましょう。はい、ということで今回はね、私の新しい筆箱を紹介してみました。皆さんはどんな筆箱を使ってるんですかね。ちょっとめっちゃ知りたいかもしれない。あの私の友達はこういうねキャラクターもいれば、普通にこういう布のやつもいれば、いろんな人がいますね。そりゃそうだ。はい、ということでそれではバイバーイ。ちょっと前髪切ろっかな。目にかかってる気がする。バイバーイ。